今日20年ぶりとなる新紙幣が発行されました。県内の銀行には新たな紙幣をいち早く手にしようと両替に訪れる人の姿もありました。今朝日本銀行那覇支店では県内の金融機関に引き渡す1万円札と5000円札それに1000円札の新紙幣の束合わせて134億円分が用意されました。2004年以来20年ぶりに発行された新紙幣には数字を大きくしたユニバーサルデザインや最新の偽造防止技術 3D ホログラムが採用されています。琉球銀行の本店がいち早く新紙幣に対応したということで早速両替してみたいと思います。両替金をお取りください。両替金をお取りください。これが新紙幣です。本物初めて見たんですが数字ものすごく大きくて見やすくてですね、何よりもこのホログラムが輝いています。早速両替してゲットしましたなんか おもちゃみたいですねこれね。でも最近あの電子マネーとか使ってるんで、でまだ現金使ってみようかなと思います。中には大事に貯めたお小遣いを診察に両替しに来た子どもたちも。ここがかっこよくて、おじさんも良くなっていいと思いました。すごい人が変わってます。綺麗になってて使えるか心配です。変わってますわ。何が変わってる？顔の位置。本当顔の位置がなんかまっすぐなったり、こう県内地銀3行では明日以降も準備が整った店舗から新紙幣の取り扱いを開始します。はい、稲峰さん早速新紙幣を手にしたんですね。はい、そうなんですよ。こちらその実際の紙幣にもなるんですけれども、はい、サイズは旧紙幣と一緒なんですがこの数字がやっぱり大きくなったことでなんかこう日本のお札じゃないような感じもしますよね。そうですね、大きくも見えますね。はい、今日コンビニで実際に支払いで使ってみたんですけれども、はい、店員さんももう沖縄出回ってるんですか、まだ少し遅れるのかなというふうな話もしていたんですが今後県内でも流通していきます。ただですね、公共交通機関や飲食店では対応が追いついていないところもありまして日常生活に定着するにはまだ時間がかかりそうなんです。20年ぶりとなる新紙幣の発行。キャッシュレスの波が押し寄せる現代においても国内における現金の決済比率は依然として6割を超え私たちの生活に欠かせないものとなっています。しかし新紙幣への切り替えにはこんな懸念も。改札直後にはですね、事業者の方からですね、自動販売機等へのですね、改札への対応っていうのがですね、間に合わないとか対応コストがかなりかかるとかですね、そういった声も聞かれているということは承知しています。そう、県内でも新紙幣への対応が追いついていないのが現状です。今日両替してきたばかりの新千円札自動販売機で使えるか試してみます。読み取れずに戻ってきてしまいますね。那覇市久茂地にある自動販売機10台で試したところ新紙幣が使えたのは半分の5台でした。県内の路線バスでも対応に差が出ています。沖縄バスでは運賃箱のセンサーで新紙幣を読み取れるよう新たな部品を購入し運行の合間を縫って取り付け作業を行ってきました。実際に通して両替したわけじゃないんですから実際にできるのかなというのは心配はあるんですけどその辺はメーカーさんがちゃんとしっかりやってると思うので大丈夫じゃないかと。今日までにほぼすべての車両で運賃箱の回収を終えていてその費用は数千万円に上ったということです。一方で琉球バスと那覇バスは現時点で新紙幣に対応できておらずあらかじめ旧紙幣や硬貨を用意するか置き換カードを利用するよう呼びかけています。ユイレールは各駅の券売機1台を新紙幣の対応に当てていて来年6月までにはすべての券売機で新紙幣を利用できるようにしたいとしています。
こちらのステーキ店では券売機のメーカーから急遽新紙幣への対応が間に合わないと連絡があったということで、その対応に苦慮しています。県外海外にも進出を果たしているやっぱりステーキ。新紙幣導入にあたって思わぬ事態が発生し困惑しています。もともとはもう7月の3日までに間に合わせる予定だったものが、昨今 の半導体不足だったりとかですね、そういったものも重なって積み重なった上で、ちょっと遅れてる。85店舗あるんですけども、店舗数がそのうちの5店舗しかまだちょっと対応しきれてない状況っていうのが。新札しか持っていない客には旧札と両替したり、キャッシュレスでの決済を促すなど対応を模索するということです。臨機応変に、お客様が安心して食事できるように対応していきたいと思います。まだまだ始まったばかりの新紙幣への移行、日常生活で使用する際にはしばらくの間注意が必要となりそうです。新紙幣というと新しいものってワクワクしますけれども、事業者にとっては少し悩みの種でもあるんですね。そうですよね。券売機の代理店の方にお話を伺ったんですが、新紙幣への対応について県内ではまだ対応を終えた事業者が2割ほどにとどまっているということでした。またコインパーキングでは新紙幣への対応が済んでいないケースも多く、そういった駐車場を利用する際は旧紙幣や硬貨を準備しておく必要があります。はい、最後に注意喚起です。金融機関の職員を名乗る人物から旧紙幣が使えなくなるため職員が自宅まで行って新しいお札と交換しますなど嘘の電話があり、現金を騙し取られる被害がすでに東京都などで発生しています。旧紙幣に関してもこれまで通り使用できますのでご注意ください。ここまで新紙幣の話題をお伝えしました。